今日はですね、今から次の日むくませないために寝る前にやるストレッチを紹介したいと思います。本当にストレッチとマッサージをやると全然次の日むくみが違うし、足のなんか靴下のとかも全然違うので、あと体がすごい動きやすいので、なるべくお風呂上がりとかできる時はストレッチしてるので、その方法を皆さんに教えたいと思います。一番最初はこの状態にして、足をこう、行かない方は全然こう行ける範囲でいいんですけど、こう伸ばすね、こう裏を伸ばすのを30秒いきます。よー、スタート。ゆっくり息を吐いて、この裏を伸ばす。逆ですね、逆の足30秒いきますよ。はい、この足をね伸ばして、これやるとだいぶね体が楽になりますから。はい、そして、次はですね、ここの裏ももを伸ばします。簡単です。曲げて寝転がるだけ。携帯いじりながらとかでもできますからね。でこれも30秒いきますよ。スタート。なるべくこれを自分の方に持っていって、ここが伸びてる感覚で、位置ずらしたりするとね、こう伸びてる感覚が分かると思うので、ね、はい、次逆です。よいしょ、いきますよ。よーい、スタート。気持ちいい。この足めっちゃ伸びてますよ。続いては開脚します。これで30秒またいきますよ。ここね、ちょっとゆっくり、ね、よーい、スタート。こういう状態でね、でちょっと体前に、足をぐーっと持ってきて、この肘で押さえてグーってやるとちょっと伸びるかな。気持ちいいところで、はい、そしたら今度そのまま開脚します。これもね、できる範囲でいいですよ。開いてて、よいしょ、開脚ね。なるべくこう腰を立てるイメージでいきます。まず一番最初はこっちからいきます。これを30秒、よーい、スタート。
ベタッとつく日もあるし、日によるかも。お尻を後ろにクッと持って前に倒れる。伸びてるようにします。いいスタート。ぐーっと持ってきて、そうすると前もこっちの前ももと逆の足のお尻が伸びます。30秒いきますよ。よいしょ、よーい、スタート。背筋伸ばしてね。
腕のここを伸ばします。ここね、こういきますよ。引っ張ってこう曲げて持ってそう30秒いきます。倒して次逆いきます。次逆いきますよ。よし、スタート。全身も伸ばしました。まあ本当携帯見ながらでも寝る前にこれを何個かでもいいので、これをやってみて次の日すっきりした状態で、何かね仕事なり何か予定を迎えれるようにぜひ皆さんやってみてください。ということでありがとうございました。